那須大森どっちが根掛かりしにくいんかな。そっちやろ。そっか。那須大森だけど逆三角形になってるってことは。ああ。そうか。30か。主うわすっごい広がったらちょっと待ってこれオーダゴと格闘した難しいですね簡単ですねこれ謎仕掛けでいきますビーズがいっぱいついてますね船長は手製ですかわいいですねでもちょっと怪しいね。多分タコ。この感じ。つかず離れずの距離で来るよね。
何回合わせたことでしょう。そして何回寝掛かりだったことでしょう。どうして私を忘れないでしょうか。あ、でも大ちゃんのよりちっちゃいか。いやいや、でかいでかい。絶対早い。逃げよ逃げよ。よかったじゃん。いいとこ刺さっとるね。これや。見て。いいじゃん。すごいね。写真も撮ったろうか。ご視聴いただきありがとうございます。動画を見てクスッとしたらチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画はこちらです。こちらもあるよ。